アルムアタセムビッターフ・アルカザーフィーは、リビアの軍人、医師、政治家、ムアンマル・アルカザーフィーの逸尾。父のもとで、国家安全保障会議顧問、警護隊司令官として、リビアの外交、軍事政策を担当し、兄、政府はルイスラムム・アンマル・アルカザーフィーと共に、カタフィの有力な後継候補と見られていた。ヒラリー・クリントンと会談する。 ムワタシム1997年にトリポリノアルファティ大学を卒業し、医学博士号を取得するが、卒業後にクーデターを計画していたことが発覚し、エジプトに脱出した。脱出後は、エジプトの陸軍主管学校で軍事訓練を受け、1998年に中尉に任官し、2005年に中佐に昇進した。2006年に父と和解し、リビアに帰国。 同年中に東洋アフリカ研究学院で4週間ほど言語学を学んだことが確認されている。2007年に国家安全保障会議顧問に任命され、リビアの外交、軍事政策を任されることになった。2008年には国家安全保障会議独自の部隊を組織するため、国営石油会社 NOC 総裁に12億ドルを拠出するように命令している。 2009年4月には訪米し、ヒラリー・クリントン国務長官と会談した。また、上院議員のジョン・マケイン、ジョーリー・バーマンとも会談し、リビアへの軍事支援を求めている。2011年リビア内戦では部隊を指揮し、ブレガの反下だ不正力と戦うが、ブレガの奪還に失敗している。トリポリ陥落後はスルトに撤退し、防衛の指揮を取るが、10月12日に、 リビア国民評議会の舞台に拘束された。ベンガジに移送されたとの報道もあったが、10月20日、すると市内で拘束された父と共に、兵士から罵倒される映像が記録されたのを最後に、消息を絶ち、死亡が確認された。アルアラビアが首に銃弾を受けたムワタシムの遺体写真を公開しており、射殺されたと見られている。遺体は10月22日から24日までシルトに、 ある市場の冷蔵室で、父の遺体と共に市民に公開された後、25日に極秘裏に埋葬された。トリポリ市内の50もの地下室を持つ巨大な施設に居住していた。国家安全保障会議顧問に任命された頃から、カリブ海の豪邸に、ビヨンセ、マライア・キャリー、ジョン・ボンジョビ、リンジー・ローハン、JZ、50セント、ネリー・ファタド、アッシャーラを呼び、 プライベートパーティーを頻繁に開いていた。招待されたアーティストのうち、ビヨンセは受け取った報酬100万ドルを2010年のハイチ自身のために全額寄付し、リビア内戦勃発後にはファータドも報酬の全額寄付を表明した。また、ビヨンセはプロモーターを介した依頼で誰のためのパフォーマンスか知らなかったとコメントし、新曲の売り上げを人権問題のために使用すると表明した。 2011年10月、イタリア人、ファッションモデルのバネッサ・ヘスラーが、ムワタシムと4年間交際していたことを公表した。これに対し、ドイツの通信会社テレフォニカドイツは、ムワタシムとの過去の交際を理由に、ヘスラーとの契約を破棄している。ありがとうございます。